三年 B 組、金八先生は、1979年から2011年までの32年間に、わたって、TBS 系で、断続的に制作、放送された、テレビドラマシリーズ。日本を代表する、学園ドラマ作品として知られている。1979年から TBS で、放送されていた学園ドラマ、桜中学シリーズのメインとなる作品。 東京都の区立桜中学校を舞台に中学校の教員である坂本金八が学級担任をしている3年 B 組内に起こる様々な問題を大当たりで解決していく。そんな彼の姿に心を打たれた生徒たちが考えを改め人間として成長していく様子を描く。制作本数はスペシャルを含め185本。金八が定年となるのを理由に 2011年3月27日放送のファイナルをもって物語の幕を閉じた。断続的ではあったが、放送期間32年という長期作品であり、水戸黄門や渡る世間は鬼ばかりと共に TBS を代表するドラマ作品となった。番組終了直後の2011年夏には赤坂サカスの夏サカス2011笑顔の扉イベントで3年。 ビリ組の教室が再現され、金八の歴史が展示された。2019年7月に行われた理想の教師が出てくるドラマ人気ランキングでは、金八先生が2位を獲得した。ストーリーの主要部は1時間枠の連続ドラマとして放送され、第1シリーズから第8シリーズまでのレギュラー放送があった。このか、連続ドラマの各シリーズ間に挿入される形で、 単発のスペシャルドラマが12作品放送された。各シリーズは週1回で放送され、期間は10月開始の翌年3月終了の原則2クールだが、第3シリーズのみ12月終了の1クールとなっている。シリーズ開始当初、民放のテレビドラマは2から4クールの放送が一般的であったが、 テレビドラマの一クールが定着した1990年代以降は異色の存在となっていった。ドラマで扱われるテーマには、時性も反映され、教育現場においての時代に応じた課題が扱われることも多かった。しかし、学校教育の現場の実情とは、かけ離れた筋書きとなっていることもしばしばである。例えば、第6シリーズ終盤において、当時の校長は、 金八を鋼鉄としたこと,となっているが、金八の移動先は、足立区教育委員会事務局指導主事であり、事実上の承認である。また、第4シリーズ1話で、松ヶ崎中学から文部省に出向していた、金八の復帰先を、松ヶ崎中学ではなく桜中学にしてほしいと、足立区教育委員会事務局で君塚元桜、中学校長と掛け合って、 金八の桜中学復帰が決定していたり、第7シリーズでの桜中学の民間校長導入の件を和田の一存で決めて、板橋の桜中学校長を決めていたりしている点もあり、特別区や市町村の教育委員会の権限を超えている点が多々見られる。生徒とその家族、親戚については他クラス生徒も含めて、3年 B 組、金八先生の生徒一覧を参照のこと。 坂本家と親族関係でない限りは基本的に名字で記載すること。兄弟姉妹や保護者は基本的に記載しないが複数作にわたり出演しているものに限り記載する。劇中では地域住民との交流を活発に行っている様子がたびたび見られ、第5から7シリーズでは気教室にレーサービスセンターが開設している。その一方で宮沢と浅井、 加藤と松浦、剣松、丸山が起こした騒動や事件が原因で、学校選択制が導入されて、以降は生徒数が減少傾向にあり、ファイナルでも、府警の間では、伝統的に問題児の多い学校という認識が広まっている。金八と犬井は喫煙者だが、第6シリーズ以降は健康増進法が制定され、校内禁煙化の煽りで、桜中も、 全面禁煙となり、同シリーズ第22回にて、千田が教育長室で喫煙したシーンを最後に、喫煙シーンがなくなった。第5から7シリーズに登場。第3シリーズ、SP7.8 における、金八の勤務校。第4シリーズで、金八が桜中に復帰した際、石川が、松が、枝中学校と呼び間違えていた。また、千田の前任校でもある。 作中、海外中学校と共に相当な不良校とされているが、8では前年に校舎が新築され、冷暖房完備となったことで保護者からの人気が高くなっている。F では遠藤達也が教頭として勤務している。第6シリーズ終了後、当初は金八も荒谷日中に移動予定だったが、療養予定の教師熊谷が病院から復帰許可が出たため、 教育委員会に移動した。音楽教師は鶴本なる美の友人。生徒は生徒一覧のその他を参照。第4シリーズは前のシリーズから7年ぶりに制作されたポストバブル時代発の作品である。このシリーズでは一見平和に見える学校生活に潜むいじめ、不登校の問題や現在は廃止となっている偏差値と受験の問題を 金八が生徒たちと対話し、高く数多いハードルを乗り越えていく。金八は生徒をいじめる子、いじめられる子に割り振り、いじめのロールプレイを行い、いじめがいかに無意識に行われるのかを問いかける。また、第1シリーズで放送された、15歳の母について、最高も兼ねて、15歳の母と父が放送され、話題となった。このシリーズより、 各場面の BGM もオーケストラ調となった。2004年9月4日に目黒画女園で同窓会が行われた。9月19日にその模様を放送した2時間特番。数多くの生徒を桜中学から送り出してきた金八も定年間近となった。教員生活最後の年、金八は問題行動で都内の中学をたらい回しにされていた。 影浦祐也を3年 B 組へと預かることを決心する。しかし変わらず粗暴な行動を繰り返す影浦は、3倍バイトのクラスメイトたちからも拒絶される。そんな影浦に金八は必死で対話を試みるも、強心症に倒れ、影浦も電流実験で嫌がる宮崎をかばった勢いで、高坂に暴力を振るってしまい、鑑別所へと送られてしまう。 教員生活のすべてをかけて3年 B 組と向き合う、金八と金八の知れぬところで影浦と金八を支援する3年 B 組卒業生らの姿が描かれる。1950年生まれの金八が2011年に定年を迎えることを機に特番として制作された、シリーズ最終作。32年にわたるシリーズのフィナーレとして4時間にわたる長尺で制作された。 桜中学3年 B 組の卒業生152名が出演し、金八先生の卒業式が取り行われる。また、ナトリ優子や財津一郎といったシリーズ初期を支えた出演者が同役で久々に出演し、フィナーレを彩った。金八屋の出演者は、今、大追跡 SP のタイトルで、2017年6月9日に放送。 下記三件ではいずれも第四シリーズから系列局にて同時ネットで放送。2003年と2005年の夏にそれぞれ上演。桜中学と金八、国井、染性生、大森巡査の設定はテレビドラマ版と同様だが、その他の設定はすべて舞台版オリジナルである。三幕構成で第1.2幕が舞台となり、第三幕は、 桜中学文化祭トークライブと称して、開演隊のライブ等が行われた。いずれも原作は幼い、脚本は吉本哲夫、片山葵、演出は金子良さ幼いが主催している NPO 法人 JHP 学校を作る会主催のチャリティーイベントで上演。舞台としては2回制作され、JHP の活動内容を 生徒たちに話して聞かせる形で紹介する作品第7シリーズ体という本での教室シーンを再現する作品があり歴代の卒業生代表や放送中の現役生が制服姿で登場した上演時間は30分程度であったがほぼ即興の舞台だったため金八が出世規模に書かれた台本を読みながら物語を進行しているチャリティーイベントとしては 舞台の他に出演者のチャリティーオークションや開演隊のライブも行われ、フィナーレでは卒業生有志30名による金八相乱説の披露と桜中学校校歌の聖唱があった。なお、桜中学校3年 B 組同窓会らを絡めたチャリティーイベントは2000年頃から毎年開催されたが、幼いのドラマ交番を折りに2004年で終了した。作名がないものは、 幼い三重子製作された185話すべてが DVD 化されている。発売元は TBS ビデオ、販売元はビクターエンタテインメント。i 2020年4月24日より動画配信サービスパラビにおいて185話すべてを順次配信。2021年2月まで毎月第1金曜日20時にエピソードが追加された。 本作は長期間にわたって制作、放送されたため、数多くのパロディオマージュが制作された。本校では、特記事項のある項目について説明する。未使用の参照話数を使うときは両サイドにある。お除去してください。TBS チャンネル、ありがとうございます。